ご視聴ありがとうございます。この動画は市街の森で撮影した写真一覧となっております。早速1枚目からオーブが映った市街の森、評判にたがわぬ恐ろしい場所でしたね。ムイがデジカメ使って写真撮るのは結構久しぶりなんで、どうなのかなって実際思ったんだけど、1枚目から、まあ、何気なく撮って、本当に無意識だからね、なんか、別に本当にムイ霊感ないから。まあ、1枚目から写真撮れて、まあ、やっぱやばいとこなんやなっていうなんか、ね、今更ですが、音声いらなかったらミュートにしてくださいね。まあ、このあたりはあれか、カメラの調子おかしくないかなって調べてるあたりかな。まあ、特に何も映ってないと思うけど、もうかつてに渡ったかな。うん。何か映ってるようだったら、またコメントとかで教えていただけると幸いです。もう、こんなこと言ってるんで、わかると思うけど、わかると思うけど、大概俺は気づいてないからね、編集中とかでも。結構な見落としがあるってかっちゃんに毎回毎回言われてるから。だからまあ、でも実際さ、全部俺が気づいた方がいいんかなっていうのを思うんだよね。視聴者が探す余裕残しといた方が良くないって。ね、そろそろ森の中かな、まだだな。そう、この森なんだけどね、デジカメで、撮った写真、今回ちょっと除霊に時間がかかりまして、で、その最中にかっちゃんが、まあ、除霊しながらね、幽霊からその話を聞いたみたいなんですけど、昔はね、ここの森、やっぱり、もっと大きな森だったらしいんだよね。で、ここに、この、俺らがほっつき歩いてる時から、かっちゃんがここで見た幽霊が、全員首吊りの、なんていうの、幽霊、亡くなった方ばっかりらしくって。で、今で言う、なんていうの、富士の樹海みたいな感じの、要は、首吊りの自殺の名所みたいに昔なってたっぽい。で、でもそう思うとさ、この市街の森、もともと首吊りの自殺スポットになってた森で、で、その森をその、こんだけ、まあ、コンパクトに伐採したら、あれ、信長さんが処刑場として使って、また人殺したんでしょ。どんだけここで人死ぬの？どんだけよ？っていう、なんかそのね、なんかとんでもない歴史があるみたいなことになるんだよね。かっちゃんの話と合わせると。もう、だいぶ昔からなんか良くないものを集める何かがあるよ。ここはやっぱり。で、このあたりであれかな？例のガサガサ音があった感じかな？後ろ向いてるから、ああ、でもそうだね。このあたりだね。これのもうちょっと後あたりで、ガサガサ音が鳴って、大人二人がビビり散らしてるっていうね、情けない絵面がまたお見せされることになった、あれやね。まあ、大概ね、俺らが、なんていうの、ビビり散らしとるのは、いろんな動画で見せてるから、今更なんだけど。それで、もう、例の祠のとこやね。うん、もうここでもまた俺はライト邪魔かなと思ってそっぽ向いてたらね、いきなりかっちゃんが、絶対って言って、俺は置いていかれたわけだけど。そろそろかな？問題の骸骨、次かな？ここのラスボス？まだだった。ラスボスのやつね。ああ、これこれこれ。で、この写真はもうなんか真ん中にすごいじゃん。で、これよ。この、左側にこのまだもやっぽいの残ってるじゃん。これもそうなの。うん。違うよ、霧だよ、息だよって言われても、いや、誰のってなるんだけどね。というわけで、市街の森の写真でした。